今日午後、伊予市の製材所で倉庫などが燃える火事がありました。怪我人はいませんでした。火事があったのは伊予市下阿川の日野総合製材所で、今日午後2時40分ごろ、従業員から乾燥機から出火して燃えていると消防に通報がありました。消防士など10台が出動し、火の勢いはおよそ2時間半後に収まりましたが、消防によりますと、木材などを置いていたプレハブ倉庫5棟と敷地外の住宅など4棟が燃えたということです。この火事による怪我人はいませんでした。警察と消防が出火原因を詳しく調べています。